皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日の貴子録のテーマは批判を気にするのは暇だからということについてお話をしてみたいと思います。そうですね、若干ちょっと耳が痛い人は痛い話かもしれません。クライアントさんからですね、いろいろな相談とか私受けるんですけれども、その時に、メンタル的な部分での落ち込んでいる話とか、そういう相談も受けるんですよね。でその時に、あるのは例えば何かを、チャレンジしてやった時とかに、それが妬みなのか、本当に批判なのか、別として、そういうことが言われることがありますよという話がね、あるんですよ。で、その時に気にする方は落ち込んだりしますよね。で、どうしたらいいですかみたいな話なんですけど、で、結論から言うとですね、その批判されているという自分、その人の言葉を聞いてしまう自分っていうのは聞けるだけの余裕があるイコール暇だからというのがね、私の感覚なんで、ちょっとね、っていう方もいらっしゃるかもしれないんですけど、実際にですね、私自身もそうだし、私の周りの人で、事業家さんでね、すごくこうもう全身あるのみっていう形で動いてる方って、そういうやっかみとか批判とかいちいち聞いてる暇がないんですよ。暇がないんです。だって自分のサービスを求めてくれている人、欲しいと思ってくれている人のために、もう一瞬でも早くそれを届けたいと思うと、自分が活動して動いて知らせていかないと探してもらえないんですよね。そうすると批判の声を聞いたり、謙虚な心は必要ですよ。本当に批判されている内容に関して改善点があるのであれば、だけれどもそれは改善すればいいだけで、心までそれによって落ち込む必要はないということですね。だからその批判を気にすることによって自分が例えば止まってしまったり、前進することができなくなってしまうということは、逆にそれを受け入れるだけの時間の余裕があるということになります。本気で救いたい誰かのために情熱を持って激しく動き回ってる時って、もう誰に何を言われてもあんまり関係ないんですよね。っていうか耳を貸してる時間すらない。なのでそれが耳に入ってきて、しかも心に留まってしまうっていうことは、まだ時間的な余裕があるから、まだまだあなたは本当は頑張れるみたいなね、そんな話もあったりします。とはいえですね、そういうのをこう言われ慣れてない人とかっていうのは、その感情を処理するのにね、苦手な方っていうこともいらっしゃるので、そこはね、一つ、救いの手っていうか、それをお伝えすると、とかく人は10人いたら10人に好かれることはないっていうことを覚えておいた方がいいです。割合は違うかもしれないけれども、6人には好かれるけど4人に嫌われるとかっていうことだってあるかもしれないし、うまく10人に好かれたいと思っている感覚があると批判が気になってしまうので、ものすごく好きになってくれる人がいたら、その両側の両極の方にすごく嫌いになる人もいます。なので教室業ってそこまで嫌われる基本的な職業ではないんですけれども、目立っていくと支持をされたりとか人気になってくると、やっかむ人っていうのは必ず一定数出てくるので、それを上手に流す、上手にかわすというスキルも、逆に社会人スキルというか、生き残っていく上で必要なスキルになる時もあります。ですからそんなね、スキルも身につけると同時に、批判っていうものを受け流しつつも、そもそもそれを気にする時間っていうのがもったいないので、そこには構わず、自分が本当に救いたい、届けたい人のためにサービスを届けるんだという意思を持って動いていっていただけると、だんだんそういうものも耳に入らなくなってきますので、そんなことをちょっと心に留めておいていただければなっていうふうに思います。それでは